はい、そっかじの久保です、えー。今回ね、国民的アニメ、そして漫画であるドラえもん。このドラえもんで、絶対にアニメ化されない、そんな話があるっていうことを思い出しましたので、ちょっとお話していこうかと思います。ご覧いただいているのは、ドラえもんの18巻に収録されているエピソード、のび太の部屋でロードショーという話なんですけども、 これはですね、確かね、私も小学生の頃に読んだんで、うろ覚えなんですけども、のび太くんが、まあ、いろんな映画を見たいなぁと思ってるんだけども、なかなか映画館に行けないじゃないですか。ですんでね、ドラえもんが道具を出すんですよ。まあ、それがね、今で言うと小さいカメラに小さい映写機なんですよ。こういうふうな送信機、受信機の超超ミニミニ版っていうのは、 当時はちょっと考えつかなかった、さすが未来の道具だなと思ったんですよ。まあ今ではね、すごくちっちゃいカメラにしても、ちっちゃいプロジェクターにしてもあるわけなんで、そんなに不思議はないんですけども、とにかく30年前、40年前は想像できなかったんですよ。別に23世紀からね、秘密道具でこんなものを出さなくても、別に21世紀にあったよって話なんですけども、さあ、それがね、どういう風な話の展開かというと、実際に今ご覧いただいているように、 ヒャー映ったってのび太くんが飛び上がってるでしょこれは、まあ下り顔でドラえもんが自分のポケットからね、すごくちっちゃいカメラを出して、空き地の木のところに仕掛けてるんですよ。で、そのカメラから送られてくる映像を手元の映写機で一緒に見てるってことなんで、非常にね、単純で、今だったら誰でもできてるよっていう風な話なんですけども、これは当時が奇跡だったんですよ。 じゃあこれをですね進めていくと、このたくさんの送信機をあちこちの映画館や劇場に取り付けておくんだっていうふうにね、言ってるじゃないですか。するとただで映画や芝居が見られるのってびっくりしてますけども、これ映画関係者やお芝居で盛況を立って,てるから人から見たらね、とんでもない発明でしょ。発明というよりも、この小さなカメラは超犯罪的なマシンに見えてくるんですよ。で、ドラえもんがそれをね、応援してるんですよ。ね。 公楽園球場や国技館、武道館にもつけようみたいな感じで、まるで救世主のように言ってますけども、えらい迷惑な話なんですよね。しかもこうも言ってます。待った今言ったら入場用取られるぞじゃあ夜中にこっそりとみたいな感じで、秘密道具で不法侵入をしようとしてるんですよね。当然、こんなことになるでしょう。ねで、人を呼んで、えー、つまりは営業の妨害してるんですよ。 近所の子供たちを呼んで、一緒に映画を読むみたいな。でも最終的にはこれオチがね、あるんですよ。オチはね、この送信機と受信機って、今手元でパチってドラえもんがつけてますけども、すごいそっくりなんで、付け間違えちゃったっていう、そういうオチなんですよ。で、映画館で、のび太くんやドラえもんや友達の <laughs>、慌てふためいてるところを、こうやっておかやきさんが見ているって話なんですけどもね。さすがにこれは、 犯罪の促進をドラえもんがしてるってことで、アニメ化はできないですよね。まあ、そんな話があったのを思い出して、当時は何と思わなかったんですけども、やっぱ、これは良くないよね、と。ドラえもんのミニログが犯罪に使われちゃうっていういい例だったと思います。じゃあ、今回は以上です。